当院には雪ポンプが2種類あります。まずはこちらが縦型のタイプの DE261 という機種です。輸液ポンプを使う際はまず、輸液ポンプ用の回路を使用してください。輸液ポンプ用の回路にはこちらオレンジのアンチフリーフロークリップが付いています。こちらのクリップを付いているものは輸液ポンプを使用することができます。普段使用されている回路とは違いますので気をつけてください。そしてまずプライミングを行います。プライミングを行った後はクレーン目を閉じて、こちらのクリップも閉じてください。ポンプに回路を取り付けていきます。まずこちらドアを開けます。そしてこちらにクリップをはめ込んでいきますが、ここによって回路の長さが決まります。そのためクリップを開いて、まずクリップの回路の位置を決めてください。およそこの辺りに来るというところで止めてください。長さが決まりますと回路を取り付けていきます。まずこちら黄色のチューブクリップを開きます。そしてクリップをはめ込みます。そして上に向かって回路を取り付けていきます。この時にチューブがたわんだり角に引っ張って伸びたりしないようにしてください。回路を取り付け終わるとドアを閉めます。回路を装着し終わると設定を行っていきます。まず電源を入れます。電源ボタンを押すとこのようにランプが光ってセルフチェックが入ります。続いて設定していきます。こちらのタイプは上から順番に設定していくと忘れることなく設定できます。まずは予定量です。予定量のボタンを押していただいて予定量を入れていきます。右から順番に1の位、10の位、100の位となっておりますので、輸液 500ml の場合はこのような形で 500ml に設定します。続いて流量の設定を行います。流量ボタンを押して流量を設定します。今回は 20ml で設定します。こちらで機械の準備が完了です。設定が終わりますとクレーン目を開けて開始します。開始するとこちらのインジケーターが緑に変わります。開始操作は以上です。続いて2機種目の輸液ポンプ TELM702 です。こちらは横型の輸液ポンプになっております。シリンジポンプと似ているので気をつけてください。こちら輸液が横向けに流れるようになっておりまして、右から左へと流れますので、その流れになるように回路を取り付けてください。先ほどの機種と同様クリップの位置を決めた後回路を取り付けていきます。まずはチューブクランプを開きます。こちらのチューブクランプは緑になっています。そしてクリップを挿入します。上下反対にはつかないようになっておりますので、先ほど右から左へ流れるとお話ししましたが、逆向きにはつけれないようになっております。こちらも順番につけていきます。この際ドアを閉じる際にチューブを噛まないように気をつけてください。回路を取り付け終わりますと電源を入れます。続いて流量と予定量を設定していきます。こちらの機種はまず流量を設定します。ダイヤルがありますのでダイヤルを回して流量を設定します。そして表示切り替えボタンを押します。表示切り替えボタンを押しますと予定量と書かれたところが黒色に変わります。この状態でダイヤルを回して予定量を設定していきます。
このような形で、時間がかかりますので停止ボタンを押しながら回すと流量が10桁ずつ変わっていきますので早く設定することができます。流量と予定量を設定し終わりますとクレーン目を開いて開始します。開始するとインジケーターが緑に光ります。こちらの機種の特徴は流量と予定量を入れていただくと残り時間が表示されます。流量を変更していくと残り時間が変わっていくことが分かります。こうすることによっていつ終わるのかというのが分かりやすくなっています。シリンジポンプを使用する際はシリンジに散歩活栓をつけてください。取り付け方ですが必ず散歩活栓とシリンジのメモリが両方とも見えるような形で設置してください。付け方のポイントとしては最初にまずメモリと散歩活栓の向きを合わせた状態でつけてみます。こちらで合うシリンジがあります。しかしこれではうまく向きが合わないシリンジもあります。その場合は外していただいてメモリを180度回転させます。この状態で散歩活栓を取り付けるとメモリが出てくるシリンジもあります。このようにメモリと散歩活栓が合わない状態で強引に回してしまいますとこちらネジの部分が壊れてしまいますので強引に取り付けないようにしてください。シリンジポンプも2機種あります。こちらが T351 という機種です。使用方法はまず電源を入れます。電源ボタンを押すとセルフチェックが行われます。問題なくセルフチェックが終わりますとシリンジを取り付けていきます。まずクランプを引いて回します。続いてスライダーを右側に寄せておきます。シリンジをセットします。シリンジをセットする際はフランジがこのスリットのところに入るように設置してください。クランプを回して固定します。スライダーをはめ込みます。するとセット完了と出てきますのでこちらでシリンジのセットが完了です。そして患者さんに接続する前にプライミングを行います。こちら押し子とスライダーの間に隙間がないように見えますが小さな隙間がありましてこれをそのままにしておくと数時間薬剤が注入されないといったことが起こり得ますので必ずプライミングを行ってください。散歩活栓を開けます。そして早送りボタンを押して薬剤が出るのを確認してください。薬剤が出るのを確認したら患者さんに接続します。ダイヤルを回して流量を設定します。流量を設定し終わると開始ボタンを押して注入を始めます。開始するとインジケーターが緑に光って回転します。もう一つのシリンジポンプがこちらです。こちらは TESS702 という機種になります。使い方は先ほどの機種と全く同じになります。上が輸液ポンプで下がシリンジポンプです。この2機種は形状がとても似ていますので間違えないようにしてください。シリンジポンプを使用する際の注意点です。シリンジポンプを使う際は閉塞アラームが鳴った際の対処法に注意が必要です。こちらを誤ると薬剤が大量に注入されることになります。シリンジポンプで使う薬剤は少量でもショットで入ってしまいますと患者さんに影響が出ますので注意してください。では実際に見てみます。閉塞状態を作り早送りします。
この状態でそのまま閉塞を解放してしまいますと、このような形で大量に薬剤が出てきてしまいます。こういったことを防ぐために正しい対処を行う必要があります。正しい対処方法です。まずは閉塞状態を作ります。ブザーを止めます。そして三方滑線の患者さん側を閉じます。この状態でシリンジをつなぎます。こうすることによってこちらに余分にかかっていた圧力を逃がすことができます。そして患者さんの回路側にも余分な圧力がかかっている可能性がありますので、回路側をオープンにして余分な圧力をシリンジへと逃がします。そして再度患者さん側を止めます。この状態で早送りをしてプライミングをやり直します。シリンジが動くのを完了しましたらプライミングの終了です。シリンジを取り除き三方滑線の向きを直して再開します。T351 のシリンジポンプは設定の違う2種類があります。上は上限の流量の設定が 1ml になっていまして、下は上限の流量が 10ml となっております。上の上限 1ml のシリンジポンプは麻薬で使用してください。その他の薬剤については上限が 10ml となっているシリンジポンプを使用してください。